はい、こんにちは。本日は、プラウの巻き割り機ですね。こちら全種類の、破砕力をですね、実際に、こちらの圧力計を使って、実際に目で見て分かるように比べてみたいと思います。まずはですね、手動巻き割り機 MLS10 ですね。こちらの方の計測をしていきたいと思います。はい。はい。見ていきます。まず、MLS10 ですね。シリンダー2つあります、ピストン。で、細い方のピストンは、早送りピストンって言って、ストロークすると早く伸びます。でもこれは、巻き終わるピストンではないので、これで巻き終わると故障する原因になります。なので、こういう、プッシュプレートが巻きまで当たったら、太い方で必ず巻き終わってください。こっちが巻き割り用のピストンになるので、いきます。もうこの辺が限界かな？この辺が限界ですかね。10メガですね。10メガですね。10メガパスカル。圧力計の読みで10メガパスカル出ました。はい。じゃあ手動式の巻き割り機 MLS10 の方は、一応記録というか数値は10ということで。はい。はい。じゃあ次に行ってみたいと思います。はい。はい、次はですね、電動巻き割り機ですね、の ELS10。こちらの方の計測をしていきたいと思います。じゃあ始動します。はい。はい。メーターが、いきます。メーター読みの数値が13メガパスカルですね。13メガパスカル。はい。じゃあ次ですね、エンジン巻き割り機、GLS12 ですね。12トンですね。こちらの方の計測をしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、開けますよ。はい、次ですね。こちらもエンジン巻き割り機ですね。こちら GLS15 Pro ですね。こちらの方、測定していきたいと思います。はい、じゃあエンジン始動します。はい、お願いします。じゃあ次はですね、こちらもエンジン式巻き割り機 GLS20 ですね。こちらデュアルシステムのものになっています。ではこちらの方ですね、測っていきたいと思います。お願いします。こちらの方だいたい29ぐらいですかね。ああ、30出ましたね。30。
30メガパスカルですね。この機械の特性なんですけど、トン数は20トンです。で、送り側、伸び側ですね。通常の向こうにシリンダーが伸びていく方向は、20トンの能力です。ただし、逆に戻るときですね、今メーターで見ていただいた通り、20トン相当は出てません。だいたい15トンプロと同じぐらいの能力ですね。なので、20トンというのはこっち側の破砕力になります。戻り側が約15トンクラスと同等になります。その点だけね、注意してください。はい、それではですね、次、GLS30 ですね。30トンのもの。今、プラウの中で発売している一番強いものになりますね。はい。じゃあ、こちらの方、計測していきたいと思います。はい、じゃあ、エンジン始動します。はい、お願いします。はい、よし、45ぐらい出ますね。かなり強いですね。はい。45出てましたね。さすがだね。かなりな、さすがハイパー一番大きいものになります。GLS15 の2倍の数値が出てましたね。そうですね。通り2倍のパワーが出てます。はい。はい、次ですね、DTP の20になりますね。蓄力式巻き割り機、これは油圧使ってません。作動油とか油圧ポンプとかそういったものはありません。当然シリンダーもないです。はい、フライホイール、鉄のね円盤がここに入ってまして、エンジンの力をベルトで伝えてフライホイールに動力を蓄えます。蓄えた動力をこのレバーでクラッチで接続してこのプッシュプレートを押し出して巻きを割るっていう、ちょっとね他の巻き割り機とは方式が違います。なので、まあ、巻き割り機としてねちょっと特性が違いますので、破砕力を測るメーターなんですが、これ衝撃力が結構かかるのでメーター故障してしまうので今回計測はすみません、ご勘弁ください。